本日は浸水被害や土砂災害発生時の避難行動についてお話しさせていただきます。近年全国的に豪雨や台風による河川の氾濫に伴う大規模な浸水被害や土砂災害が発生しています。島根県内においても平成30年7月には大野川流域で豪雨による浸水被害が発生し、浸水域に取り残された被災者の要救助事案が数件発生しています。私から避難行動に関し皆さんに取り組んでいただきたいことについて4つお話しします。1つ目は避難情報で早めの避難のお願いです。自治体からの避難指示、避難勧告、避難準備、高齢者等避難開始の発令や5段階の警戒レベルによる避難情報のほか、気象に関する各種情報を収集した上での自らの判断による避難など、災害が発生する前に迅速な避難行動を取るようにしてください。2つ目はハザードマップの活用のお願いです。自治体が発行するハザードマップなどにより、自宅、学校、勤務先など生活する地域における浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスクを把握してください。その上で避難先までの安全な避難ルートを確認してください。3つ目は新型コロナウイルス感染症に配慮した避難行動のお願いです。避難所においてはいわゆる3つの密が形成されるなど、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まる可能性があります。避難所生活に備えたマスクや消毒液などの衛生用品の備蓄、避難所における手洗い、うがいの励行、親戚・知人宅など避難所以外の場所への避難も検討してください。4つ目は声を掛け合い、みんなで避難のお願いです。避難に時間を要する高齢者や自ら避難することが困難な避難行動要支援者への避難支援について、家族や自治会、自主防災組織などにおいて平素から災害情報の伝達方法、避難の手段、避難先、避難ルートなどを話し合いましょう。また避難する際は自宅の鍵かけを忘れずに行いましょう。以上、皆さんに取り組んでいただきたいことを4つ申し上げました。豪雨や台風に関しては地震災害のように突然襲ってくるようなものではなく、いつ、どこで、どのくらいの規模のものがやってくるかなど、ある程度予測することができます。平素の備えはもちろんですが、自分自身や家族の命を守るために最も大切なことは早めの避難です。テレビやラジオで情報を確認して早めの避難をお願いします。